人間の思い。ふむ、すでにだ。ここの場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？城に火を放ちやがった。どうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが家計を使ってくると、火が回りきる前に城を制圧しましょう。みんな、早くこっちに来て。どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぎ、急ぎ怪物の進撃を食い止めねば。城門を押さえ、怪物の侵入を防ぎましょう。各々方、よろしく頼みましたぞ。陳旧殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため大筒の準備をします。よろしければ主膳殿もご一緒に。なあ、俺たちを家計で出し抜こうなんて甘すぎる。バカトラ、行くぞ。これにあり、それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。一、レイクどもについていてやってくれ。彼女はまだ軍に馴染めていない。わかりました、お任せください。長政様、高虎、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください、私が必ずや長政様をお守りします。見事だ、その武略、百の兵より頼もしい。さあ、相手になるぞ。二人、私と一緒に進んで。フレキさん、あなたの力、頼りにしていますよ。そうか、お前の期待にたがわぬよ。奮戦するぞ。皆の規範たる姿勢、崩しとはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。苦しめてやろう。余裕無念、やつそれなりに楽しめそう。呂布殿は一人大丈夫なんですかね。呂布殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてその分を生かせぬだろう。仕方あるまい、任務は我らが着実に遂行せる。今こそ攻め立ててやろう。全然足りないわ、みんなもっと来て。大筒の準備はうまくいっているのか。いや、それも目の前の任務に集中せねば。こんなところで負けちまうとは。お見事です、私も頑張る。火が回るにはまだ時間がかかる。急ぎ敵を一掃すれば鎮火も間に合うだろう。采配は的確ですね。さすがはあの鬼神を支えた軍師、心強い。
てやろう。実に実に素晴らしい。あなたのご活躍とどまるところを知りませんな。果汁はまだあっちを探ってるんだよ。あいつのことだからバレてないとは思う。あの方の心配ならご無理だ。火を見て火を見て我らの元へ下りましょう。お見事です。私も頑張れ。いかに巨大な炎でも私たちの進軍は止められないでしょう。他の怪物もご用意しちゃってます。さああいつらをやっつけちゃって。今こそ攻め立ててやろう。お前の活躍目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。やりおれ。次は負けぬぞ。予想以上の腕よ。敵も黙って行かせてくれない。注意して。ここを通ろうってな。ならその獲物を置いてきな。簡単に行かせてはくれないか。参りましょう長政様。ああ我が槍で貫いてみせる。さらなる活躍期待していますね。目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。やりやがるじゃねえか。よし門は押された。ここで炎の怪物を食い止める。この地点で迎撃に徹するとしましょう。貴様の剣には興味がある。俺と戦え。なら場所を変えようか。ついてきない。父上どこへ行かれるの。玉殿を見送る胸中はお察しします。ですがですがご心配は無用ですぞ。砲術の場所へ急ぎましょう。仲間が手配してくれているはずです。我こそは源の九郎義経。ここは抜かせぬ。手ごわい敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。さらに活躍期待していますね。実に実に素晴らしい。あなたのご活躍とどまるところを知りませんな。しばしょうど急がねば城が燃えてしまう。早く門へ参ろう。この任務迅速かつ厳粛に遂行せねばならん。分かってますって。この二人と一緒じゃ怠けがないな。ここは通さへん。今度こそダピちゃんの役に立ってみせる。卑弥呼か。窮地とて容赦はしない。立ちはだかるならば私がここで打ち倒す。お待ちください。私たちも共に参ります。さらなる活躍期待していますね。こりゃ適当じゃ済まないか。やられてもうた。
とかなりましたね。お二人ともお怪我はありませんか？うん、大丈夫。レイキがさすがに見事な活躍だった。いや、お前たちの協力があってのせいか。私一人では手間取っていただろう。では中央の門を抑え、引き続きここを守らないと。源氏武者を落としめてしまったか。この辺りに王術があるはずです。あったぞ、陸さん。早速火を入れよう。家康殿の話ではここをこうすると。よし、発射。平八、これにより。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。おお、王術が火を吹きましたな。リクソン殿、さすがの、さすがのお働きですぞ。さあ、先に出してやろう。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。ここは炎の怪物の進軍だ。平八、これにあり。譲れはせぬ。ダッキ様、申し訳ありません。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。よし、この門は押さえたな。周囲を警戒しましょう。敵に奪い返されると面倒です。少しは動かないとダッキに怪しまれる。無双の分を示さな。ハジュが出てきた。少し様子を見たいところだろう。ここは我らに任せよ。ハジュ殿の元へ行くがいい。命令違反とも取れる行為だ。今回だけは目をつけ。勝利だろ、武器だ。すみません、行ってきます。こんなところでいいだろう。俺は下がるぞ。カジュウさん、やられるの早くない？ココさん、代わりに行ってよ。ったく、猿使いが荒いね。まあいい、大活躍してやるぜ。さすが見事な働きよ。そなたの部が勝利を導こう。炎の怪物はまだまだいるんだから。さあ、城が持つかな。カジュウさん、まだ撤退してなかったの？人間がここにいたら焼け死んじゃうわよ。他の奴らは引いてない。この時を待っていた。カジュウさん、まさか裏切るの？なんちゃって、それぐらい読んでたわよ。ダッキ様、お下がりください。まだ兵が残っている。もう少しで私を倒せたのにね。勇気抹殺しちゃって。食ってやる。あいたたた、解散するしかねえな。あばよ、カジュウは無事なのか。あいつ城内にいたんじゃ。勇気、起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂っちゃう。けどあの船、妖魔に当たったみたいだな。これでお前一人だ。覚悟しろ、ダッキ。なにこれ、こんな展開ありえない。
火が燃え広がっていますぞ。急に敵を一掃してくだされ。なかなか、はよ、最高だ。俺だからお前と一緒は面白い。この戦術、俺が混沌に飲み込んでやる。無双の具を締めた。無能どころか有能だ。俺に踊らされる器ではなさそうだ。ここまで頑張るなんてね。けど今度こそ、しぶといわね。そろそろ耐えられなくなるんじゃない？なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。オーディン一人を斬れば異界の乱は収まる。その確証が欲しくて内情を探ってたんだ。奴の力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃ無理。だからこっち側にいてオタクらを太らすことに。何をグダグダ言っている。さっさと俺と戦え。おじさんまだ確証が欲しくてね。オタクらにオーディンが本当に撃てるのか、俺を試すつもりか。後悔させてやる。降参するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。ゼウス殿の場所が分かった。ついてきて。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。ゼウス、俺は執着。よしよし、成功したな。